6月3日午後4時10分、雲仙普賢岳から大火砕流が降りてきた。彼らはなぜあの場所にいたのだろう。あの場所にいたのが彼らではなく我々であっても少しも不思議ではなかったという思いが、この半年間頭を離れることがなかった。あの場所で一体何が起きたのか、けじめをつけておきたいと考え続けてきた。こんばんは。こんばんは。今年最後のニュースステーションです。雲仙普賢岳、噴煙が上がってから1年1ヶ月、6月3日からも半年が過ぎた。山は今も動きつつあり、火砕流は毎日のように続いている。その活動がいつ終わるのか、それはまだ誰にもわからないことだ。それではもう一度今日の雲仙普賢岳の様子を見てみましょう。これは今日午前10時50分に撮影した雲仙普賢岳の映像です。赤松谷川、深江町の方角から撮影しています。山の麓まで厚い雲に覆われ、山頂の様子は全くわかりません。6月頃は眉山を越えて島原市一帯に火山灰を降らせていたんですが、最近は風の向きが変わり、火山灰は深江町方面に流されているということです。今夜は11時46分までニュースステーションを続けます。ドクターブリテン、グラクソを語るとき忘れてはならない名物研究者です。一粒の薬にかける彼の情熱がこれまでどれほど多くの人々の健康を守ってきたでしょう。彼もまた世界で5000人もいるグラクソの研究者の一人です。新薬のスペシャリスト、グラクソ。世の中乾いております。そこであのミニシャワー、肌をしっとり変えるミクロ粒子がメイクの上からスーッと浸透と、ほどなくしっとり、あのミニシャワー。とんがりでリップパーティー。チッ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 。お？これは楽しい。ハウス、とんがりコーン。天気予報です。仕事納めの今日、2つの低気圧と強い寒気の影響で関東甲信地方を中心に大雪となりました。長野や関東では大雪注意報もまだ出ています。この低気圧の動きは遅くて、明日にかけても雨や雪の降るところが多そうです。大晦日や元日はあいにくのお天気のところが多そうです。以上、天気予報でした。マグロ、今はフォアグラ、今は双葉山、今は若さんだ。遊ぶんだったら浅草花屋敷。昔と今と未来が見える欲張りな情報番組、テレビ今抜きあの時、日曜夜6時30分解禁放送中。お楽しみに。新しい風邪薬コルゲン ET 錠ができました。医療用で使われている効成分 E と T をそのまま同じ形で配合してあります。だから風邪をご自宅で治したいという時にはこれは効きます。コルゲン ET 錠。この国に生まれてよかった、美しい君の国に。目に新鮮、舌に特選、ハウス特選わさびだよ。ほら、胃の調子がな、明日朝から会議だし。ほら、キャベツ。お、すまん。キャベツを食べる前に飲めば美味しくやれるし、二日酔いのムカムカやもたれもどこへやら。だから明日も朝から乗れます。キングオブファンク、ジョージ・クリントン&ピーファンクオールスター、待望の来日公演決定。チケット絶賛発売中。お問い合わせは JEC インターナショナルまで。武田薬品、 NTT、 資生堂、ボルボ、ナショナル住宅、 JCB カードがお送りします。
花の秘密とビタミン C は23で知りました。女の肌に内側から効くビタミン C 2000mg 武田ハイ CL。 綺麗になったな。ほんまにな。笑ったり泣いたり怒ったり驚いたり、いつでもどこでも人は生き物。超小型携帯電話ムーバ NTT から。さてニューステーション、今日で今年最後なんですが、来年のお正月の1月の6日7日9日つまり来週再来週の月火木の特集の予告編です。世界の屋根と呼ばれるヒマラヤ、そのヒマラヤ山脈の西の端パミール。さあ、驚異の大自然と知られざる人々の生活があった。ニューステーションおなじみの大谷ディレクター取材のお正月特番スペシャルと思ってください。はい、月火木とお送りします。なぜ月火水と続けてやんないかというと、もうお察しの通り、ブッシュ大統領が大ミッションを同行して来日いたします。どうしても1日はこれに割くことになるだろう、ひょっとすると3日間全部飛ぶかもしれないという心配もしております。さて、改めて御礼申し上げますが、今年も1年間ご覧いただいてありがとうございました。まあ、ご存知の通り、ニューステーションはもう随分始まって時間が経つ番組でございます。今年1年間で丸6年目を超えて7年目に入るという状態になりました。まあ、ここまで長くやってまいりますと、ニューステーションはマンネリではないかとか、久米宏はいつ辞めるんじゃないかとか言ってる話があちこちでささやかれているのは当然本人の耳にも入ってまいります。まあ、長くやっていればマンネリ気味にはなることはなるんですが、まあ、番組というのは言ってみれば生き物みたいなもので、毎日毎日少しずつ変わっております。まあ、この1年間だけを取ってみても、今お話しいただいた朝日新聞の田所武彦が新たに加わりました。そして隣の小宮悦子は、長い間続けていた、もう20年続けていた会社員生活を抜けてない会社員生活をやめてフリーになりました。まあ、番組は生き物だと申し上げましたが、生き物というよりももしかしたら人間だと言った方がいいかもしれません。今日よりも明日もっと良くなりたい、明日の自分よりは明後日の自分がもっと素敵な人間になりたいと思っているのと同様に、我々は番組作りをしているつもりです。また来年もよろしく一つお願いします。来年はスタートがさっき申し上げた通り、来週1週間置いて1月6日の夜10時スタートということになります。当然ながら来年は今年よりももっと良くと思っております。皆様どうぞ良いお年を迎えください。1年間ありがとうございました。 JCB カード、ナショナル住宅、ボルボ、資生堂、NTT、武田薬品がお送りしました。新春大型5時間時代劇スペシャル、戦国最後の勝利者徳川家康、諸国に軍勇が割拠し天下制圧を虎視眈々と狙う戦国乱世、戦の苦難に耐え知略武力を駆使し、ついに戦国の世に終止符を打った男、徳川家康。新春正月3日夜6時放送。あの借り高が変わりました。南アフリカケープタウンを目指す13,000キロ、より長くより過酷になったタリールカップ、スタートからゴールまで完全放送します。